さあ来い。すいません、お願いします。よし、パルさんです、はい、太田さんに質問するためにアカウントを作りました。あら嬉しい。私は爆笑問題を見て育ち、あ嬉しいね、病気療養中は太田上田を見て元気をもらっていました。今はデララボも大好きです。あいいね。そこで質問です、はいはい、太田さんは芸人を辞めたくなったことありますか？どんな時だったか知りたいです。芸人を辞めたくなった時、うん、いや ないね、記憶の限りで言うと一回もないかもしれない。もしかしたら、うん、あの人間辞めたくなった時はあるけど芸人辞めたくなった時はないね。ちなみに人間辞めたくなった時はいつどんな時で？仕事がない時はもう本当に若手の頃、もうだって年収ゼロだってですから、ああもうこれやっていけないかなっていう、生きていけないかなって時あったけど、それでも芸人はだから他の職に就こうと思わなかったから。確かに、うん、うん、やめたこと、やめたいと思ったことないな。その時もいつかなんとかなるっていう、なんかだから楽観的なんでしょうね、どっかでね、なんとかなんじゃないの女のつって。別にだってなんともならなくても所詮芸人底辺ですから、芸人って一番下だから何にも何者にもなれないから芸人になってるわけで、だからそれがダメならもうやることないよね。へ、うん、社会性がないわけだから。あの浅草キッドの歌詞みたいな、ああたけしさんの字でやってる感じだったんですよね。だからたけしさんはあれフランスタ時代ってさ、はい、10年ぐらい下積みがあったのかな。エレベーターボーイ エレベーターボーイでタップダンスやって、うん、で一気にダーっていって、はい、今もう世界のトップまで、うん、上り詰めでしょ。俺そこまで行かないからずっと漫才やってるんですよ。今や2ビートより、2ビートなんかせいぜい多分10年やったかやんないか漫才できる、うん、ツービートをまさか自分が漫才歴を超えるとは思わなかったですね。そういう意味で言うと、うん、いやでもあの感じが僕ね、芸人さんって何がかっこいいって、あの漫才終わって袖に履けていく時の後ろ姿とか、うん、あるいは漫才が始まる時に袖から出ていく後ろ姿とか緊張もガチガチなんだけどね、あのなんかこう笑わしに行くぞ、笑わせたぞ、あの感じが、ね、いい時はね、いいけどね、いいっすよね。だから、うん、あの全くゼロからね、うん、ここまですごい、いやいやいや、とんでもないですよ、アナウンサーだってすごいじゃないですか。私もう、うん、もうあれですけど、やっぱり芸人さんはすごいなと思います。今度タイタンライブ出てください、ぜひ。私なんかが出てるんですか何をしたらいいですか、私そこ。いないですか、なんか相方とかアナウンサーで、他で安住かなんかでやりますか。僕はね、うん、あのアナウンサーが漫才とか落語とか、うん、ちょっとやるの大嫌い、うん、あそういうことしちゃダメ。宮沢さんに言うとこするやってはったな、やってはったな仲良しの毎日放送の福島くんも、うん、あやってるよね、福島くんも好きなんだよね、落ち研かなんかで。そうなんですよ、うん、龍谷大学の落ち研で、うん、今回3回戦なんかええとこまで行ったんですよ。あそう、だからいろいろ話聞いてると、あの4分で研ぎ澄ましてやったみたいなこと言って、うん、いやそこまでやるんやったらアナウンサーがちょっと、うん、ちょっとやるだけじゃないんだなと思って、うん、福島くんは OK みたいなこと言って、うん、でもねやっぱりねそんなねちょっと漫才やってみる、ようん、そんなこと言うなアナウンサーがとこうなっちゃう、ね、なっちゃうの。ですから一回ステージ立って見てほしいね、うん、もう絶対外すから、はあ、外す経験を して、はい、もう一回漫才見てほしい。ああなるほど、うん、いかに漫才師がすごいかが分かりますよ、うん、きっとね。で外した人のこともつまんないって、うん、俺もう言えないもん。ああ、うん、外した経験のある人は、ね、うん、なるほど。放送では外し倒してますよ、私なんか毎日のように。私毎日そうですよ、それ毎日もういけると思ったらあかん、そうそうそう、あかんと思ったらたまにいけるみたいな時あるあるんで、あのあかんと思った時いけるというあれは同じでしょうね、漫才のあれとね。だからね、空気、その場のなんとなくの雰囲気に乗れるか乗れないかですよね。なるほどね、それが空気で、要するに放送では匂い伝えへんけど空気感伝えるとか、うんうん、いろんなこと言いますし、やっぱり人間ってなんで人間って書くんだ、人の間に何か心があって、そうです、空気があってみたいなことなんでしょ。昔ね、宮古町長さんが言ってたんですよ、うん、全ては間だと、間だと、い
人の間で書く人間っては別に人のことじゃないんだ、人の間のことなんだ。で時間って書くでしょ、はあ、時の間、時の間なんだと。うわで、あの間違いっていうのは間が違う、うわすごい。だから全部漫才にとって重要なのも、うん、人間にとって重要なのも全部間なんだって、宮古町長先生言ってましたよ。これは素晴らしい名言ですね、うんうん、いやこの今回そういうことを知るきっかけを与えてくださったパルさん、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。すぐ最後